はい、今日の遊び時間は終了。もう晩御飯ができています。じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日の晩ご飯はオムライスにチーズパピヨット、厚揚げと青菜の炒め煮などを組み合わせてみました。今日は一晩中お父さんはたまにつきっきりなんだ。だから今日はチャンネル争いしなくて済むんだ。なんだか悲しい夏だったな。はあ、楽しかったから終わっちゃうと悲しく感じるのかな。来年はないの？来年は来年、今年の夏は今年だけ。ああ、そうか。だから私はずっと中学生のままで今年の夏のまんまでいたかったのか。ああ、大人はこれをモラトリアムと呼ぶんだよ。ちんぷんかんぷん。パンダの名前みたい。コオロギの泣き寝に揺れし我が釜の、まだ細き日に我が子抱かれぬ。明日日が昇る頃になったら今よりもっとたくさんの薪が必要になるから、今夜のうちに頑張って割っておかなきゃ。ねえ、さっきの歌はどういう意味なの？やっぱり夜になってくるとさすがにもう秋を感じるなって感じかな。コオロギの泣き寝に揺れし我が釜の、まだ細き日に我が子抱かれる。